はい、どうも、今回はちょっと面白い企画です。ですね、皆さんこれ知ってますか？ちょっと音量ちっちゃくしますね。ちなみに BGM は月時歌です。もうちょっとちっちゃくしよう。これフリクションボールなんですけど、黒で、なぜ面白いかというと書くんですよ。だけじゃないんですけどね。じゃあ式時歌、あれなんか違うね。はい、こんな感じで「式時歌」と書いてみました。こっちにもあります。で、なぜ今日の企画は面白いかというとですね、落ちたんですけど、このドライヤーで、この、すいません、後ろに絵が描いてあります。式時歌という、このフリクションボールの、文字は関係ないですよ。文字のですね、やつを、消すことはできるのか、ドライヤーで。それ、その企画なんですよ。という感じで、これを温めていきたいんですけど、最初電子レンジでチンとかも考えたんですけど、紙が燃えたら危ないということでこれにしました。はい、それじゃあ食べていきましょう。すげえすげえ、見てください、消えました。これ最初式時歌って書いてあったんですよ。ダメだ。という感じで消えました。はい、ちょっとすごいっすね、これ。ちょっと面白いっす。もうバンバン消しまくろう。はい、というわけで結果は消えるでした。面白い、面白すぎる。じゃあ今度皆さんに消える瞬間の動画をですね、見せたいと、公開したいと思います。はい、で、またなんか式時歌、あぶねえ、式時歌1個書きました。なんで、この消える瞬間をですね、ちょっと皆さんには見ていただきたいんです。てなわけで、見ていただきましょう。見えますか？これ難しいんだよな。うん、見えてるはず。じゃあいきます。どうですか、見ましたか？消えた瞬間、危ねえな。もうこれすごい面白いんで、家でも試してみてください。はい、これはね、なかなかできないと思う、電子レンジじゃ。だけどこのドライヤーがあるだけでできる。すごい、最高。
てなわけで、このフリクションボール、今度は本体を嘘です。わかりますかね、これ。痛い。あ、割れた。やばい。まあいいよ。見えますかね。ここに書いてあったのと、ここに書いてあった。これ、ビフォーアフターです。すげえ、面白い。というわけで、なんか質問まだ終わらなそうなんで、なんか直んね。治った。治りますよ。万歳。それでは、またね。